愛子さまは日本赤十字社以下、日赤で働き始めて以降9時前には出社されていますし、時には1から2時間ほど残業され、ご退社が夜7時を過ぎることもあります。一部で遅刻について報じられましたが、ごく例外的なものだったと聞いています。愛子さまは、特別扱いは望まれず、勤勉に同僚たちと業務に取り組まれています。こう話すのは皇室担当記者だ。 4月に常勤の嘱託職員として日跡に入社された愛子さまは、青少年、ボランティア課で情報誌の編集などに携わり、母公務との両立に励まれている。そんな愛子さまのご入社が、意外な経済効果を生んでいたというのだ。民放キー局関係者がこう明かす。5月1日から21日までの期間で、皇室番組の枠があれば、ぜひ流していただきたい。と。 民放各局合計で1億5000万円規模のスポット CM を出向する申し出が日赤からあったのです。スポット CM とは、テレビ局が番組を特定せず時間枠を指定して放映されるもの。昨年までも日赤は各局に出向してきましたが、特定の番組を希望することはかなり異例です。各局の広告の営業部署が、愛子さま効果だと色めき立ったと聞いています。 公室番組は、公室の方々のご公務や私的なお出かけ、ご旅行などを伝えてきた。現在は日本テレビ系、公室日記、TBS 系、公室アルバム、フジテレビ系、公室ご一家、テレビ東京系、BS テレ東、公室の窓がある。だが以前からテレビ業界では、意外にスポンサーがつきにくいとされてきたという。ももととスポット CM を出す際に 公室番組への出向は避けてほしいとオーダーしてくるクライアント企業は少なくありません不祥事などがあった時公室にご迷惑をかけてしまっては恐れ多いなどと出向を尻込みしてしまう傾向があるのですまた各番組ともに時間帯が早朝ということもあって視聴率も高くはなく番組によっては放送回数が毎週から月一度になったりと CM を出してくれる企業が少ないことを 各局がが悩ましく捉えていたた現状があったのです前出局関係者愛子さまご入社直後に日赤が CM を大量に放映したのは活動を世の中に広く伝えるチャンスと捉えていたからだという全国の赤十字病院の運営や災害救護活動ボランティア支援献血事業国際的な救援活動など幅広い活動を非営利で行う日赤は 財政面を支えるためにも参助会員を確保していく必要があります愛子さまが職員となられたことで日赤の存在と活動はイメージアップしたほか改めて社会的な認知度も大きく高まっていると言えます